こんにちは。こんにちは。来ました。うん。ボードゲームです。うん。はい、もうまいもん。久しぶりのボードゲームだ。うまい棒食ってる時に久しぶりか。うん、結構ね、最近その差し入れで結構いただいてますから。うん、はい、じゃあ今日やるゲームこちら。え、なんだ？はい。S 芸術家ニューヨークへ行くー。どうかー。これちっちゃめのやつですけど、うん、S 芸術家ニューヨークへ行くっていうゲーム。はい、うん、まあ。このゲームは簡単です本当に、うん。ちょっと開けてもらっていい？うん、うまい棒ね、はい、うん、2回やろうっていうので、まあ、まず紙が2枚、うん、これまず1枚です、うん、で説明書もいりません、うん、ほい、ペンだけでいいです、はいはいはい、はい、このペンがね、いろんな種類のペンありますから、うん、でこの書くんがそう、ね、今からこのこれお題のやつなんで、ね、お題を書くやつに僕がお題書くんで、うんうんうん、それを書いてもらうと、みんなで、はい、うん、みんなでみんなで書くんだけど、うん、これ1枚だけペケ書いてある、はい、ペケ芸術家じゃない人、エセ芸術家なんだよね、その人は。いはいはいはい、うん、で、これ、じゃあね、まあ、じゃんけんしてもらってその人から時計回りで、うん、一筆書きでその絵をあの完成させてほしい。いや、3人でってこと？その3人で、うん、一筆しか書いちゃいけない、一筆で、で、一人は答えを知らないんだけど、ね、なるほどね、はい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 、そう、だから芸術家知らない人は知ってる手で書くってこと、ね、うん、そう、手で、うん、全員芸術家っていう手です。うん、なるほど。で、2周したら、うん、最後にじゃあエセ芸術家誰ですかって僕が聞くんで、うん、はい、その人指さしてくださいと。なるほど、はいはい、で、これ本当はもっと大人数でやってもいいんだけど、うん、今3人なんで、うん、エセ芸術家が2人に指さされたら負け、うん、はいはいはい、なるほどね、うん、同点ならエセ芸術家の勝ちで、うん、いきます。人狼みたいなもんだ。あ、そう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 、うん、まさにそうだね、うん、芸術場お題が書かれてない人を指さす、うん、そう、うん、はい、じゃあまずこれお題書きました。うわー、もうこっからもうあれだね、はい、最初のお題はこれですね。見えるかな、あ、そっちからは見えない、反射で映る、映る、これが衛星芸術家の人、はい、じゃあこれ、うん、危ない、まあ好きなやつ撮っていいよ。はい、一緒で、これせーの、うん、じゃん、はい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 、へー、終わりましたね、はい、で、ジャンルは教えます。ジャンルは動物です。はい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 、うん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 、はい、じゃあそれではじゃんけんかな。最初はグー、じゃんけんぽい、で、時計回り、うん、うん、あ、そう、俺からか、そう、うん、俺から一筆書きね、これ、そう、その絵を自分は知ってるよっていうので、あの完成させていくのはいいんだけど、エセ芸術家にもバレてしまう、バレちゃう可能性があるってことね。そう、いや、そこで怖いね。そうなのよ、一筆か、一筆、そう、一筆の難しさもある。じゃあ分かんない、だからね、これそうですよ、やっていくと分かるんですけど、これ最後の人有利なんですよ。確かに、うん、この場合だと太郎ちゃんだ、ね、ああ、そうだ、俺が有利だね。太郎ちゃん2周目の時に、うん、あのこれだっていうやつを書けば確かに、うん、絶対大丈夫なのよ。その照明にあるよね。そう、照明になる、うん、確かにそう、そう。じゃあ、まあとりあえず行くよ。はい、高井さん、はい、一筆書きです。どじゃん、うん、はい、え、これ、え、なにこれ、なんか、は、え、書いてないよ、まだ書いてないよ、書いてるよ高井、まだ書いてないよ。まあ、何かは言わなくてもいいから、まあ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 、そのバレちゃう可能性がある。まあね、え、これ、うん、あの時計回りだから次は、タロちゃん最後だから、最後だからっていう話をしたんだけど、自分の話だから、ね、俺すいません、本当に心配になるからやめて、ごめんなさい、お世話になります、すいません、はい、そうね、これあの本当好きな色のペンを使ってっていう、うん、これはでもさ、うん、そうな、いくよ、はい、指ふっと見えねえ見えねえクリームパンが書いてるよ。おお、結構輪郭、はい、はい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 、じゃあ、タロちゃん、はいはい、まあ色もね、まあ、ヒントにもできるから、できるけどね、まあでもあえてね、
いやーこれか。うん。知ってる。まあそれね。か。うん。そうか。うん。まあいいや。じゃあちょっと銅の方をちょっと書きたいなと思います。あれ。あきゃ。ああちょっと待って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 。何してんだよ。今のダメだもうこれ。ダメだよ。嘘。離れたもん。マジかよ。なんだよこれ。心電図みたいな。これでやった。心電図書いたんだろ。全然わからん。いや違うわこれミスったわ。ダメこれだからさもう本当周りも騙されちゃダメってことでしょ。いやこれ今のもわざとかもしれない。なるほどな。なるほどね。いやいやいやマジマジマジ、はい、マジだよこれは。じゃあ俺じゃあこれに。あ、でもこれ大ヒントじゃない。うん。おーおー。四足なんだ。なるほど。四足、うん。え、もう次ラストか。そうだよ。ラスト。タロちゃんマジやってくれたな。いや、マジこれは。これ多分、まあでもね、これお前、狙っただろ。狙っちゃうね、これ。いや、でも。うん。一回も攻めてねえんだよな、言っても。そうだね、一手目が意味わかんない。一手目が意味わからんから、やっぱ、うん、そうね、一手目のあれがやっぱ特徴がなさすぎてというか、うん、ちょっとね。マジでこれ、え、誰だ、うん、誰だ、どうしよう。だ太郎ちゃんはもう三つ目だからわかるんよ、うん、まあね、でも俺がヒントを出しすぎたら、うん、太郎ちゃんついてくるよ、うん、ついてくるんよ、うん、っていうかわし方も考えなきゃいけないわけよね、うん、ってなったらどうしようかな。もう結構ね、うん、難しいよねこれ。難しいねこれ、どこまで書こうか。そう、あの2周までしかないっていうのがね、それがミソなのね。ちょっとね、ミソだね、うん、2周だ。完成しないこと全然あるよ、うん、全然あるだろうし。うわ、確かに足りないパーツも出てくるのか、うん、2周だから全然足りないだろうね、うん、どうしよう。めちゃくちゃ考えてくれる。字はダメだからね。そうね、絵じゃないといけない。あ、でも書いたらもうば、うん、まあでもある程度書いてみてもいいんじゃない、結構、うん、どっちだどっちだ、ね、ある程度ね、ある程度書く。なるほどね、うん、素晴らしい、うん、素晴らしいですね。牛の大ヒントはまだあるからね。ちょっと、あれだ、言っちゃったけど、やべ、言っちゃったじゃん、言っちゃってるけど、ごめん、ごめんなさい、ごめん、やべ、ゲームマスター、これもう終わりだよ。GM! ごめん。ゲームマスター終わりだよ、終わり。聞こえたの牛ね、牛ね。牛だよ。牛を今書いてる中、やべえ。じゃあ、そんな中、辿っていきましょう。そんな中、辿っていきましょう。このヒントで。私は、このヒントで。やべえ。牛というヒントももらいながら。牛というヒントをもらいながら、何を書く？攻めたじゃないの。いいの？そんな攻めていいの？はい。俺鼻の輪っかだと思ったけど。あ、本当だ。そっちの輪っかそこだと思った。やべ。さあ、はい、これでまあ三人が書き終わりますね。終わりますよ。何の絵だこれ。いきますよ。じゃあ、エセ芸術家は誰ですか？せーの。よし。よし。これはね、でもね。高い画に。うん。じゃあいきますよ。エセ芸術家さん、挙手お願いします。俺だー、いやもう絶対そうだと思った。いやもう一発目はきついわ。何が一番分かったかって、牛って言われた時に、あ、牛なんだっていうリアクションだった。いや俺もね、もうこの時点でもう分かってたのよ。そう。どの時点？この時点。あ、輪郭の時点で、牛だろうなと思ってたから。うん、で高いだけね、鼻、鼻これ。これ、鼻のつもりで書いた。あ、だから、もう間違えてんだよね。だから犬系の鼻でしょ。そのワンちゃんの。そうなんだよ。そうだから、あ、じゃあ違うと思ったんだ。違うなと思った。そう、その瞬間に。そう、俺ら、これね、あ、よかった、こう書いてあるやつ。そうそう。あ、俺の。何やかやも決まってた。だから、そう、勝った時点で、あ、負けた人になんねえかなって、どうにか。
言いたかったけど、言ったら言ったね。まあまあ怪しまれるよね。疑われるだろうから、うん、どうにか頼む犬系で会ってくれと思ったもう違ったから。そうだね。これ結構鼻がしかも特徴的な動物だったからね、ちょっと。よかった。おもろかった。俺も言っちゃうと思わなかった。言ってたあるからね、牛は。牛の特徴まだあるから、ね。言っちゃってるからな。ミズった。そんなボンミスあるって。もう一回やろ、そんなら。もう一回やろ、はい。もう一回やろうぜ。もう一枚。でも、まあ、チュートリアルというか。うん、髪。まあ、なんか分かりやすく。分かりやすかったわ。次ね、結構むずい。むずめ。うん。はいはいはい。ほいよ。じゃあ、この見てる人はね、答えを。はい。これ。見える。反射で見える。これ難しくないですか？反射で見える。あ、うぜ、そっちにピント合うな。ほら字があれだけどね。あ、高いにピントあった。はいはい。いや、ここ大事ね。よし、ここいや、むずいね、これ。こことじゃんけんが大事だね。やりてはい、これはやりて。あ、じゃあだからこれ取るのもね、誰かとかのあった方がいいのかな。指さすんじゃん。まあ、まあ、結局どれか分かんないだろうけど。まあね、結局分かんないから。せーの、はい。あ、バラバラ、はい、じゃあ取ってください。じゃん。はあ、なるほどね。ちょっとむずいですな。じゃあジャンルいきますよ。はい、うん、建物です。うん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 、はい、建物。じゃんけんしましょうか。うん、最初はグッ、じゃんけんほい。あいこしょ。最初はグッ、じゃんけんほい。これ結構難しいと思う。これむずいのかな。建物ですから。はい、じゃあなるほどね、建物ね。一発目で、だそれもあるよ、うん、一発目でドカンと書いて。確かに。で、その時点で雨は外れるからね。あー、まあ逆にね、そう。いきます。これ確かに、その、そういう手もあるのか。そういう手もある、うん、横に使っていい？2人に絞る。あ、いいよいいよ。あ、うん、なるほど、そういう手もあるのね。いくよ。うん、うん、す、す、す、はい。うーわ、ずる。こう来たか。なるほど。なるほどね。なるほど。す、す、すね。す、す、すね。こんなのありかよ。これはね、うん。あ、でも俺何も言わない方がいい。いやいや、まあ、また、す、まだ言っちゃうかも。まだ、まだね、とりあえず。はい、一筆か。そうか。うん、うわ、了解です。はい、じゃあ、トロちゃん。いきます。一周目。せーの、す、す、す。おー、はい、はい、これはもう完全に、はい、色はバラバラね。はい、バラバラです。はい、はい、いきます。はい、今日す、す、す、あ、待って、す。まあまあまあ、まあ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 、1ターン目はこんなもんだろ。1ターン目だからな、まだまだ。そうくる、同じやつ全部同じやつだ。同じやつになっちゃったよ。くっそ、回ってきたか。いや、うん、まあ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 。うーん、なるほどね、うん。まあまだその大ヒントが書かれてないから。書かれてないな、これ。攻めれるんだよ。まあ、全員一緒のやつ書いてるから。そうそうそう。うん、いきます。はい。す、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 す。なんだこれ、鼻。まあでもそうだね、まあ、何かは分からんけど、うん、はい、なるほどね、はい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 。まあラストだもんね、これ。うん、じゃあいきます。うん、どっち、うん、こっちかな。あれ、ね、もう知ってるならそれを書いちゃった方が早いか。そうだね、いきます。す、す、す、はい。うん、うんうんうん、はい、うん。そして最後、完全なる最後、うん、高井選手。はい、あ、これじゃない。あ、これ、お、なるほど。そう、色もヒントにできるのよ。素晴らしい。あ、これ色、こっちがか、はい、す、す、す。まあまあまあ、こうなりましたわね。はい、こう、こうなるんです。なるほどね、うん、はい、なんだ。これ喋り合っていい？どうなの、まあ、ディベート
はありなんこれ、絵だけで。絵だけの方が、芸術家はやっぱ多くを語らないよ。そっか、まあそうだな、うん、はい、じゃあ行きますよ。うわむずいなこれ、はい、じゃあ、エセ芸術家を指さしてください。せーの、あれ、あ、太郎ちゃんが2票。お前だったのか。え、どっちだ。太郎ちゃん2票だよね。俺2票、はい、お前だったか。じゃあ、はい、じゃあエセ芸術家さんは手を挙げてください。せーの、俺でそう、ほら、やってしまった。いや、そうしょ、意味わかんないもんだって、これ何これ。え、これは垂れ幕、垂れ幕、あ、垂れ幕か、うん、あ、垂れ幕、まあ、なんで雨太郎ちゃん刺した。いや、垂れ幕、これをもうこのここで書いた時点で学校っていうのは分かったと思うよ、形的に。なるほどね、まあ、あのベタな学校の形じゃん、この。まあそうそう、正解は学校、絵文字とかになりそうで、もう分からんくなって、やっべ、分からんみたいな。だから1点目めっちゃ良かったよ。1点目ね、あのヒント出しすぎてないけど、うん、知ってるなっていうの分かるもん。で、これあの朝顔、そう、俺俺はただあ、はい、学校、この辺学校かな、はい、学校、そう、これ時計、時計だ、はい、学校。じゃあ学校しかないものといえば垂れ幕かなと思って。なるほどね、読みすぎたな、読みすぎたかもしれない、ね、純粋に。いや、そうね、面白いねこれ。いやいや、そうだ、うわやったぜ、最悪、一生いっぱい悔しいはい、ということで、あーでも面白かったな、ちょっと面白かったね。いや、いいね、人数いてもいいね。確かに人数いてもいいな、人数いてもいいのよ、うん、これさ、でっかいフリップとかでもいいしね。確かに、これじゃなくていい。そう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 、確かに、わかりやすい。でもこれね、あ、まあ、場所も取らずにできますか、うん、これめっちゃいい。あの、ダーフェアマジ死ぬほど絵下手だからはい、じゃあダーフェ入れてやろう、今度。そうだね、ええ、エセ芸術家、ニューヨークへ行くでした。イエーイ、行ってきます、行ってきます。次は都会に行く編で、都会マンハッタン、マンハッタン、そんな変わらん、マンハッタン編で、変わらん、お会いしましょう次はマンハッタン編です。